Hola, buenas, estamos de vuelta con Yakuza Like a Dragon. Tú haciendo las secundarias estas que. Bueno, le dije que es indirecto, solo iba a hacer el juego normal ya. Pero el Sigimon también está aquí. Espera un poquito y esta vez sí que he ido pillando Dasis, que la primera vez que lo jugué no me enteré de la pana. Esto es lo del. Los exámenes. Esto es lo de la mujer. Bueno, ahora no nos dejan, así que.水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して、売り上げの精算よろしくね。はい、フロント。お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。え？汚い！入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。はい！乙姫ランドでございます。なんだ、ナロハちゃん。ん？ああ、そう、休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ。ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ。バリが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。ハロワの親父からは何とか雇ってもらえない。何でもやる根性のある人。あのおっさんが何でもやるって言ったって。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、世の中他にも仕事あって。おい、一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か？ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは青龍会だ。泣く子も黙る横浜青龍会だ。それでもいいのか。ここは青龍会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に青龍会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや、店長。何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。日本風俗反対、現金庁から撤退せよ。なあ、
へえ。おい、なあ、おい、よ、ね、うん、おい、はい、いえ、おう、なあ、a este tío habría que ver una buena hostia. はい。なんだって。はい。つ。え。いや。なんだ。うん。
うん。また。おい。開けてみるか。開いたぜ。おっと。見てみろ。ナノハだ。よし。バカ。問い詰めんのはこっちが勝負。ここは元刑事。はいはい。すみません。いや、待ち合わせなもんでね。ナノハの前に座ったら、うん、二人の会話。表現だって。カズが、スマホ持ってるな。わかった。すみません。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろ。はい、どうぞ。Hombre, yo a menos le diría, pero tiene que comprar algo. ¿Entendéis? Me va a dejar el baño hecho una mierda. Nunca mejor dicho. わざわざ来て。大丈夫ですか？随分と疲れたお顔で。
最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。お今金って言ったぞ。待て。なんとか。はあ？残り300万。10日後に結婚します。でもまさか今さら。いえ。そうですね、わかるでしょう。え？すべてが父に。それはできません。わかりました。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って。ナノハさんは事件ってどんな。詳しいことは。いいな。悪い。おい、おっさん、どうすんだ。なわけねえだ。すまねえが、俺時間がねえなら金でこ付き合ってらんねえよ。待て。やめてんと痛い目見るぞ。負けねえぞ。よし、行くぞ。おいおい、何すんだ。やめろよ。おいよ。おう。なあ。Pero ir a recuperar el móvil antes, coño. Ya no sois tontos. Coño. ¿Se cae Fukushi Hoji? O sea, que cae con este estado, ¿no? Coy, ya está, chica. Me he dicho, no, 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 no,さっき車店で会ってた男は。だとすりゃ何の事件もねえよ。どんなに高級な施設だからって施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だ。まあ喫茶店の会話。彼女はあの、はい、ひだまり、あのこちらに、なのはさん、お父様はこちらに。俺らその向こうだ、なのはさんの職場のもん。すみませんが面会はし、まあ、いや面会っては、実は俺も自分の親父、菜の葉さんからここがす。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了。え？内部の様子はホームページにてご確認。そちらをご覧になってください。見学さえできねえなんて。いいか。はい、来た。してみろ。あ
立ってこいよ。立ってやがる。してるね。もっと来いよ。これの番だな。やってみろ。どうするかね。やってやろう。Excuse me. Can you tell me how to get to the station? Ha? Nan datte? Can you tell me how to get to the station? Ho ho. Eh? Tonto! Mo? Eh? Chip. Eigo mo hanasenai nante. Can you tell me how to get- Go! Straight! And!Go, go, go! Go your way! Oh, all right, thank you. You are welcome! All there. English 資格検定の賜物だな。あれ。礼には及びません。グローバ。今は世界を股にかけて活動するのが。学校。やってもらおう、ちゃんと。無料だ、ね、それではどの資格を受験します。こちらの資格まもなく試験開始です。いいよかね、なかったわ。Una prueba final. お疲れ様でした。受けたいコースが。わかった。なめんなよ。
されてるか頭かち割るぞ容赦しねえぞよし行くぞ見せてやるよなそういよしてみろほらやってみろほい来たどうしたほら行くよ俺の番かやってやろよろしくお願いします。お？Ah, la de las invocaciones. かかってこい。よし、行くぞ。誰を呼ぶか。やってみろ。即死と副上司のみはサービススタートウィキーネイダリーネフィニッシュネイまたのご利用お待ちしてます大勝利ってかThank you.
よし。Casi me salto una escena de historia por error. Pensaba que la secundaria está rara. ¿Nuevo fío? ¿500,000? ¿Son de maitsuki 50,000 も払うってか? いくら総部長に転職したからって簡単に払える額じゃねえぞ。で驚くのは早いぞ。見てみろ、このエクセレントコースってやつを。入居費200,000月額100,000なんだこれいわゆるビップルームってやつだろうなまさかナノハはこのエクセレントコースに親父さんをさすがにそれはないだろういやナノハにとって親父さん大企業に就職したのも全ては親父さんが最後を過ごす場所と高い施設に入れたとは思っていたがなのかのやつ店長彼女のことが純粋に心配ああ店で起きたトラブルは俺が守っても外で何かあっても俺は何もしうちの店は訳ありの子ばあの子たちにいつ何が起きたから長く休むやつがいるとあんた本口が悪いもんで誤解しちまったよなのかの恨み気合い彼女が親父さんのために邪魔する権利はないおそらくえ今日見た彼女は髪の毛もボサボサで店長に電話してきた通り見た感じだと新郎でも新郎理由はおおやじさんの保証人は間違いなくナノハだそのナノハがおやじさんに会わせてもらえないなんてどう考えたっておかしい今日だって施設の人間に200,000も払ってたんだろう今日の200,000は入居費用の一部だろうなおそらく彼女が全額を施設は親父さんに合わせないつもりなんじゃねえのかな本当ならひでえ話だありえねえ話じゃねえな今や5人に1人以上が高齢者って時代だそこを狙う悪質なビジネスも横行してる一見クリーンそうに見えるこんな施設だってどんな裏があるか分かったもんじゃねえきっとこうじゃねえか入居費用は分割支払いでいいと言ってまずは親父さんを施設に入れさせところが蓋を開けてみると全額支払いを終えなければ面会すらさせてもらえないなんでそんなことそうすりゃ無理してでも早く払いを終えようとするだろうまさかそんないや悪どい奴らはそのじゃあナノハはそれが原因で心労がたたって体を壊したああこのままだと彼女の収入が減る一方だそしてこれからますます支払いが遅れるだろうじゃああの子が親父さんに会えるのはいつになるんだずっと先だな下手するともっとひどいことにもっとひどいこと親父さんも追い出されて金も返金されないとかなんてこった体壊すような思いしてまで頑張ったのにな彼女パンフレットが立派なら中が劣悪な環境だとしても誰にも気づかれない施設としてはケアの手間と金が省けるしな結局のとこ入居時費用を早く支払おうが遅れようが施設にはメリットしかねえってわけかその読みが当たってるやとんでもねえ悪徳施設だなもう救い出してやってくれ店長さん俺たちだってそれができるもんならすぐにでも連れ出してやりたいさだけど娘さんだって入れちゃくれねえ施設さおまけにセキュリティも厳しくて、まあ、とてもじゃねえが中にはいやあん中に入る方法は一つだけあるぜえ
店長、この店副業って OK？ え？少しの間俺たちは日だまりの城の中で働いてきますわ。バイトで潜入するってわけか。そんなに簡単に雇ってくれるか。ハローワークの神戸所長に頼み込んでみようぜ。あの人なら力になってくれるはずだ。よし、神戸には俺から電話して事情を伝えておく。どうにか菜の花のおやじさんを救い出して彼女を店に復帰させてくれ。Voy a dejarlo por aquí y voy a hacer estas dos secundarias y después regreso.